ではあらすじを見ていきましょう。虹色の枝を求めてダンハルーネの町を訪れたミカミックスたちはシルビアの船があるドックに向かうが、海の男コンテストの影響で閉鎖されてしまっていた。ミカミックスとカメはドックを開けてもらおうと町長のラハディオを訪ねるが、なぜか追い返されてしまう。町長に追い返されたミカミックスとカメは呪いで声を失ったという町長の息子ヤヒムと出会う。ミカミックスが呪いを解くさえずりの3つを仲間に預け、コンテストの場所取りに向かうとデルカダールの将軍ホメロスに見つかり、神が捕まってしまう。囚われた神を助け船で町を脱出する一行だったが、ホメロスが操る魔物に船を沈められそうになる。そこへ喉が治ったヤヒムの父町長のラハディオが現れ、ミカミックスたちの窮地を救う。そしてこうして一行は虹色の枝を求め大海原に漕ぎ出すのであった。ということで船を手に入れましたね。いざ大海原へというところですけれども、はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラゴンクエスト11続きをやっていきます。で、一応ちょっとね、船で、なんか小島みたいなところを探索したんだけれども、よく分かんなかったから近くのキャンプ場でセーブしたというところで終わってます。で、冒険ガイド、船に乗ってダンハルーネの町の北東にあるバンデルフォンの地方に向かいましょうと。ルーラとかこれ地図から行けるんだ。近くの地図、世界地図、ちょっと船のとこに来てんだけど、一回上陸しちゃったからな。場所的にはダーハルネの町近海。近海ってどこのこと言ってんの。で、船を手に入れたはいいけどさ、全世界はまあさすがに回れないと思うんだよね。いろいろ行きたいところは寄り道的なことはしていきたいんだけど、てか船にそのまま行くのか。ちょっと地図見ましょう。あ、そういうことか。これまだ大陸の内部じゃないですか。で、ちょっと左上のところこっち側、外に出れそうだけど多分出れないよねこれ。あ、出れなそう。水門か、水門があるんでこれはね開かないはず。で、多分イベントを進めるとこの水門が開いてようやくこの外へ出られると、外界へ行けるっていう、そういう感じか。で、ちょっと気になる、これ洞窟行けんの。ソルティナ海岸、まあ、やっぱりねちょっと物語には関係ないかもしれないけど横道みたいなのもやっておきたいので、ソルティアナ海岸、これどこだ。ソルティコの町、いや全然わかんねえな。ナプガーナ密林があるじゃん。え、行ってみると敵がどんなのが出るか。マジックリプス、ちょっと作戦1回全員バッチリ頑張れにして、神はマジックパー使う必要ない。で、自分は命令させろ。まあ、いつもの通り。お色気たっぷり、魅了された。さすがだ、やるな。デインを使っていこう。あ、でも41で倒せんのか。そんなに強くはない。158、スキルポイントは2しかないから、ちょ、このままだな。でもな、あんまり関係ないところを過ぎても物語がそもそも進まないからね。切って振り払ったとか悲しいな。あと、これで一掃できるでしょ、ギラ。おととい来やがれ。まあ普通に向かいますか。アリス、こいつずっとここで待ってんのかな。
時給ちゃんと払ってあげてんの、このアリスちゃんに。で、目的地は右上の方なんで行きましょう。ですね、ここあれか、旅の扉があったとこだよね多分。で、一応光ってるとこ行くだけ行こう。絶対何にも起きないけど。一丁上がり。いや、ここもなんかアイテムとか持ってくるんだろうな。海にそびえる光の柱がある。しかし今は何も起きないようだ。まあそれはそうだよね。で、目的地はこっち。しかもさっきの光の柱のところ行くとなんか天気が悪くなったね。バンデルフォン地方。早速船乗りさんに話しかけてみよう。旅人さん、長い船旅でお疲れだろう。この先を道沿いに進めば宿屋がある。そこで羽を休めていくといいぜ。中継地点か。あ、人がいる。バンデルフォン地方はかつて花の都と呼ばれた美しい王国があった。魔物に襲われて滅びた。今でこそこの港もひなびた様子だが、当時はデルカダールのような大国と架け橋として栄えていた。主人公のところかな。主人公がどっから来たんだかちょっと未だに理解してないから。樽割ってこう。14円。こいつらは領主として生計を立てているのかな。ここは何もなさそうだね。では先へ行きますか。ちょっとアイテム回収がね、どうしても全部の地形を見ていくと時間がかかっちゃうんで。また牛がいる。あ、キメラっぽいのがいるな。晴れが続く。お、これはなんかすげえ穀倉地帯みたいな感じになってる。行くぜ。またトマトマーレ、食料になるのかな。ゾーンに入った。どうしよう、俺もいい音唱えようかな。じゃあバキー。あれ、なんで俺だけなの。まあいいや、いい音なよ。よしよし、まあまあまあ、これでほぼ全員一撃で倒せるでしょう。あ、また俺の番だ。いい音なよ。いっそでマジックパーだ。うん、だいぶなくなってきたな。カカシ、カカシとか役に立つのこれ。モンスターとか相手に。これ何、小さな墓だ。畑作業をしていてきっとモンスターにやられちゃったんだろうな。命がけだよね畑作業。こんなところで畑作業するんだ。町の住人たちってどれくらい強いんだろう。入れない。だって今のさ主人公たちでまあまあまあね、それなりの戦いをしてんのに、戦闘経験のない人たちがやったら死んでしまうぞ本当に。ここにキメラ固まってるしさ。げ、後ろにキラーパンサーっぽいのもいたけど、ベビーパンサーかな。目玉に。おー危ねえ。21とか結構食らうな。一般の人目玉に食らってさ、収穫前に刈り取っちゃったらどうすんの。嫌だよね、なんか正気に戻ったら全部収穫されてたみたいな。
で OK。 で宿屋らしきものが近くにあるけど、ベロニカのスキルポイントは6か、ちょっとあるかな、覚えた、まあ、10くらい貯めてから。これキラーパンサーだよね。出たキラーパンサー。ちょっと敵が多いな。24強え、やっぱり。おー危ねえ、さすがに取り来て。チームリーか、かまいたちも強いな。ちょっとこれはいいようでいこう。神もやべえし俺もやべえし。おい、いいよだろここは。ベロニカちゃん、デボイミで、ここもいいよでいこう。誰も倒せない。おちょっと待って、神を回復してくれ。メラ強えな。神も18レベル、17ポイント。あれいくつだったっけ、二刀流片手剣探検スキルか。んどこだ、二刀の心得16。よしこれやろう。右手と左手に同じ種類の武器を装備できるようになった。やったぜ。ちょっと見てみよう。てかなんかない気がする俺。聖なるナイフちょっとパクるかくれいいよ毒ガト聖なるナイフ。と神回復しようと思ったけどレベル上がったから大丈夫か。穀倉地帯。これ何これ絶対モンスターに破壊されるでしょ。キラパンさん寝てるし。寝てるよねこれ。ああ襲われた行くぜ。ちょっとあ痺れて動けなくなった。左手やっぱ全然弱いね。メラマジで火力が出る。回心の一撃、大勝利。シルビア使うつもりがないからな、まあ、起こさず行くか。キラーパンサーとか絶対襲われて死ぬでしょこんなの。銀の鉱石、鉄鉱石、銀の鉱石、これもまた復活するからね。これ何、敵、うわ敵じゃねえかトマト。でもまあトマトをね収穫するくらいだったら寝ちったよ。こいつらを倒してトマトにするみたいな。ベロニカやっぱ魔力たっけえから強えな。あれなんであいつらも寝てんの、あのトマトマーレ。よし敵全体、敵全体っていうか、いやトマトだらけだ。ちょっと全部相手にしてらんない。ゲえまたまた強そうなジャミラスの雑魚版みたいなやつ結構いっぱい出てくるな。敵がどうな、二刀流だいぶ弱いよね。なんか10分の1とは言わないけど半分ではない、少なくとも。だいたいこういうのってさ、もう片方に持ってんの半分くらいの扱いになるけど、イビルビーストとか。大丈夫ですか、助かったぜ。おいベロニカお前なんでだよ、いいよ唱えろよ。あ1回連続で回ってきた。素早さを計算したんだな。だったらさ、いいよ2回唱えてほしかったの。ベロニカガンガン行こうねにしようかな。ちょっと作戦バッチリじゃなくてお前はもうガンガン行ってくれ。任せるぞ。メガザルダンスマジか、死んでった。俺はもうマジックパーがない。いって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 集中攻撃食らってる。ゾーンに入った。ゾーンに入ったところで攻撃しかないから。
メラも変わんねえんだけど。回復お願いします。バギー、このさ1グループに入る判定がよくわかんねえんだけど。ミスった。ちょっと宿屋で寝たい。おお、キャラパンサー危ねえ。めちゃくちゃ襲いかかってくんな。こんな柵でさ絶対ダメでしょ。こんなキラーパンサーに飛び越えられて壊滅しそうな気がするけど、ちょっと躊躇なく井戸を降りる。井戸はほとんど枯れ果ててるしね、まあ、でも枯れ果ててないと探索ができないからな。なんもねえ。え、マジでなんもない。あった、お、金の鉱石だ。やったね。よし、登っていこう。まだここは中間地点だからね。じゃあ旅の方よ、俺たちのような旅人が集まるネルセンの宿屋、ヴァンデルフォン地方はとても広い、まあ、宿で疲れを癒してくださいと。これ何、あ、犬か。あそこにも人がいるね。あ、ちょっと待って、商人みたいな人がいたけど。かつてこの地にはヴァンデルフォンという王国がありました。4大国と肩を並べるほどの大国だったのです。てか4大国ってどこ、そもそも。で、魔物の襲撃を受けて一夜にして滅びましたと。で、この地で亡くなった方の魂は深い悲しみから命の大樹へ帰ることなく未だこの地に留まっております。祖国を失った悲しみ、守れなかった悲しみ、深い悲しみの念によってアンデッドマンという魔物になりました。アンデッドマンは夜になると現れます。祖国の復興を願いこの地をさまよい続けています。アンデッドマンとなった者に安らかな眠りを与えてくれませんか。まあいいだろう、やってやろう。安らぎのローブ、その者に安らかな眠りを与えるためには連携技の聖なる祈りが必要となります。そうなの、あなたとそちらの金髪の女性であれば使うことができるでしょう。極楽への導き、じゃあ2人ともゾーンに入んなきゃいけないってこと。この大陸にあったヴァンデルフォン王国はデルカダールの英雄グレイグ様の生まれ故郷だったらしいぞ。あ、そうなの。魔物に襲われて30年ほど前に滅びてしまった英雄を生んだ国、この目で見たかったな。え、グレイグって何歳今、まあ、確かにちょっとおっさんっぽい感じはするけど、30年前に滅びたってことは生まれて割とすぐ滅びた感じだよね。そんな60歳とかではなさそうだから、さすがに。ちょっと商人、行商の途中この宿を見つけた。なんかある。レイピア、ビッグブレード、毒針。これ毒針さ左手に装備すれば急所当たるのかな。どうせ3しか当たってないからね今だったら。毒針でワンチャンかけるっていうのもありだよね。ゴールドトレイ、鉄盾、ターバン、ウサ耳バンドは鉄兜、ドレス、レザーフと胸当て。あ、胸当て結構上がるな。あ、鉄の鎧がある。鉄の鎧買おう。なんで俺こんなに低いの。鱗の鎧とかしょぼくねえか。よし、だいぶ上がった。浄毒結晶って何、毒とヒットポイント回復できるんだ、すげえな。磨き綱ある。雨露の糸もまああるんでしょ。小さな甲羅がないのか。250円、1個だけ買っとこう、持ってないから。で、ここまでか。あ、なんか言ってなかった。あ、出来のいい商品は買いますよと。じゃあちょっと宿屋で寝よう。小さな宿だって使う寝心地は抜群。まあそういうところがいいよね。あれ、こいつがいる。ナイスタイミング。僕探していたものを、探し物苦手で苦労したけど合言葉を見つけた。
冒険の書の合言葉、伝説への祭壇、勇者の実家行きたいけど後で行こう。なんか前もそんなこと言ってたよね。ドラクエ9のやつだっけ。次の町までだいぶあるのか。じゃあセーブしていこう。でここ本があるね。遥か陶器国境バンデルフォン。バンデルフォンは黄金の獅子王と呼ばれたアーサーがいた。アーサーは優秀な兵士を育て、まあ、慕われていました。映画は長く続きませんでした。魔物が現れ、アーサーは騎士団を率い立ち向かったが、王国は滅び去りました。魔物たちはバンデルフォンの軍事力を恐れ襲ったと言われるが、真実はわからない。儚く散った王国の跡地からアーサー王の胸の声が聞こえてくる。そんなに準備しても結局魔物にはかなわないからね。あれ人がいる。パパとグロッタの町に行く。仮面舞踏会っていうので有名な町。グロッタの町はここからずっと北の方。おい、この子供大丈夫か。絶対襲われて死ぬぞ。パパがよっぽど屈強な人じゃないと。この宿はどうしてネルセンの宿っていうか知ってる。知らん。伝説の勇者様の仲間だったネルセンという名の戦士から名前をいただいた。北の方にあるバンデルフォン王国も今はあんな廃墟だけど、ネルセン様が作った由緒ある国。いや、魔物にだいぶ蹂躙されてるね。ちょっとまた話しちゃった。今はやはり魔物の方が強いな。ここら辺にはなさそう。次の部屋。本もない。こいつはバンデルフォン。パープルオーブ。バンデルフォンに栄光あれ。パープルオーブは今もかの地に眠っていると言われています。いや、もしかしても誰かが持ってっちゃったかもしんないじゃん。バンデルフォンの歴史が知りたくて北西の王国跡を調べている。変な模様のついた赤い扉がある。模様の扉は魔法の鍵で開く。魔法の鍵はどこか知らんよそんなんみたいな。でこの本も読んでいきましょう。レシピブックやったぜ。え、鋼鉄武装目録。鋼の剣、鋼のブーメラン、鋼の盾、鋼の兜、鋼の鎧、鋼シリーズだ。これ作りて。今鉄兜とかだからね。だって旦那と旅行に来た。会話もない。気がつけば旦那は一人で出かけている。仮面夫婦。仮面って言えば北にあるグロッタの町、仮面舞踏会。私も仮面をつけた旦那を思いっきりビンタしてる。まあでもね、こんなおばちゃんにね、ふくよかなおばちゃんになっちゃったからね、旦那もちょっとやっぱ愛想つかしちゃったのかね。まあ、結婚するとね、女性はやっぱりちょっと変わっちゃうってその体型的にね言うからね。宝箱。お、小さなメダル。小さなメダル。これも交換所に行きたいけど、まあ、こんなもんかな。飛び降りられる。あ、飛び降りられるわ。あと裏手を見て、それがさっき話した人たちでしょ。こっからは外出れるし、あいつらどうせトマトマンでしょ。めっちゃ気づかれてんな。トマトが多い。眠りの花粉。全員か。眠りの花粉全員なんだね。こっちの方が被害が甚大だ。起きねえし。ちょっともう神を一人でなんとかしても、まためんどくさ。ポイントじゃなくてマジックパワーが回復していく。でも ようやく目を覚ましたか。ギラ。目を覚ました。バズ。あと1回魔法となれば倒せそう。ベロニカ頼む。これでいけるっしょ。強いベロニカ。やっぱりこれで上位魔法のベギラマとか覚えてくれればさらにめっちゃ強くなりそうだけど、あれこれどっち、こっち側なんか廃墟みたいなのが
あるし、人がいる。お前こんなとこで突っ立っててよく生きてんな。ユグノア地方、あ、ユグノアって、そうか、ユグノアがこいつの出身地か。ここバンデルフォン王国の跡地には伝説のお宝があるって聞いた。瓦礫だらけ、ネズミ一匹見当たらねえ。グロッタの町でやってる仮面舞踏会に参加しようと。ネズミ一匹どころかモンスターはいっぱいいるぞ。ネズミはモンスターに駆逐されたんじゃないか。こんなイビルイーストがさ、何匹もうろついてるところにいて、神で死ぬよ。だから、マジであいつの強さが知りたい。超余裕だよね。ネズミがいねえとか言って、もはやモンスターを眼中にないっていう。俺なんてもう、わあ、ストーンマンがいるじゃん。しかもストーンマンどうなの、魔法でいくか。うわ、勝ってでいいんだな。じゃあ31いった、超食らった。神がだからもう戦力外だこいつに関しては。いや、ガチ勝て、倒した。俺たちの勝ちだ。いや、まだいんのかストーンマン。ちょっと待って、敵が強いぞ。奥の沼地か。ちょっとモンスター一掃しとかないとめんどくさいな、うん、お怪我はありませんか。あ、アイテムがある。魔力の土、こんな毒のところに。あ、下に行けるね。バンデルフォン王国跡。いや、絶対いけないわこれ。いや、無理でしょ。不思議な力で閉ざされて、もう不思議すぎるよ見た感じ。え、でもさ、このなんか扉の奥底にはまだ生き残りがいるとか。あ、アイテムがある。魔力の土。これ何のあれだ。あ、これこっから行けるよっていう印か。ちょっと待って、さっきにほぼ満タンにしとこう。あ、またこいつがいる。こいつマジで意味わかんねえんだよな、青いやつ。合言葉を教えてくれるわけでもなく、近づくと消える。まあ、先へ行くか。こっちから行けねえ。広いね。まあ広い国って言ってたかね。またこれ風車小屋だよね。風車小屋って入れないんだよな。モンスターを恐れているのか。ボコボルト23。ベロニカヒットポイントはどうしても低い。いや、善意は本当に使える。まあ、主人公のね、ミカミックスのマジックパワーの低さが気にはなるから、ずっと使ってるとすぐマジックパワー枯渇するからね。ある程度はちょっと戦いながら行こう。げっ、こっちから仕掛けたはずなのに。ただこいつはデイン・ギラ。あと一応セイニアがバギー唱えてくれれば絶対倒せるでしょ。言い切り立った。素早さが上がるのか。俺たちの勝ちだ。セニアレベル18、スキルポイントはない。お、ゾーラル覚えた、早いな。まあでもそういうのは早めに覚えてくれればめっちゃ助かる。上にアイテムがあった気がする。見えた、毒ガの粉、毒ガのナイフとか作れそうだね。で、あっちは、あ、あれ宝箱じゃね。
ちょっと戻ろう。これこれ、パープルアイ、まあ素材か、まあ、一応回収しておいて損はなさそう。ちょ裏手もじゃあせっかく来たから見ていきますか。ん、裏手っていうかこれ何、あっち行っちゃうんだけど、どこ行くんだ。多分ユグノア地方だよね。こっち行くとどこへ繋がるんだろう。宝箱発見、1500円、やった、金はマジで使うからな。え、いけなくね普通になんかあれだな、瓦礫でいけなくなってる。あーこれ多分まだあの岩が多分なくなるんだな、きっと いつか。じゃあ戻りますか。出るのが見えたからね。蝶の羽、あやかしそう、毒ガの粉、終わったな。あ、ベホイミ覚えた、やった。ユグノア地方、え、そうなの。俺なんでバンデルホン地方に来たの。それは関係ないか。左下の方にユグノア城跡があるね。あ、ここら辺一帯がもう全部滅ぼされちゃったんだな。で、グロッタの街は残ってると。こいつなんだっけ、デンデン竜とかだっけ。魔物の群れだから分からん。ギラ、攻撃するよりバギ使った方がいいんだよ。あ、電電流だね。ちょっと数を減らす。え、壺の中身を気にしている。左手しかも結構ミスるな。イエローアイ、てか鋼シリーズ作りたいけど、これは敵ではない。たまに敵だからなこういうやつ、トマトみたいな感じで。下はなんだろうな、これどうなってんだ。げっ、カンダタがいる。カンダタじゃないけど、お、やった。げっ、超怪しいやつらばっかりいんな。いい大人よ。覆面バーニーとか杖いいよマジで。あれ、ベロニカは通常状態では回復しないターンが回ってきただけじゃん。正に回復するよね。俺もなんか自動マジックパワー回復が欲しいんだけど、ないのかな。こっちの方はなんかアイテムがあればっていう感じだ。こいつ乗れそう、光ってんな、乗れんな。参りましょう。ルカナン、引き立った。プラス6か、悪くないっちゃ悪くないけどな。
しレインで行こう。ここはつえ、ほんとつえ。一安心ですね。やったぜ。ターミュレベル19、スキルポイントはなし。ベロニカが9か。メダパに覚えたね。まあ、やっぱ基本はレベルが上がって覚えていくね、魔法。よし、乗ろう。これでこっちの方に行けるっていうことか。なるほどね。なんかアイテムがあればいいけど、こういうところ見て、宝箱、これこのまま取れるっけ。破毒のネックレス。破毒ってことは毒にならないネックレスか。こっちジャンプできる。こっちのジャンプしょぼいからな全然進めない。さすがにこういうところにモンスターはいないね。あ、こっちはいけそうだけど、いけそうでいけない。まあこんなものか。じゃあこいつに乗ってこのままいきますか。復活してるね、光ってんの。ちょっとさ、攻撃できないんだよね。降りよう、もういらん。ちょっとつっついていくか。シルビア、シルビアだいぶスキルポイントが溜まってる。ボミオス。じゃあ、このままグロッタの町へ入っていきますか。石像が立ってんな。来たわね。屈強な男たちが集まる街、グロッタ。そうなの。こいつあれじゃん。ち、ここでもグレイグが英雄扱いされてるってわけか。まったく胸くそ悪いぜはい、かっこいいお兄さんたち。格闘大会には興味が終わりかな。いやいいよね、こってさ、かっこいいお兄さんたちって言って声かけられるからね。そんなん絶対ないから格闘大会か。今度仮面舞踏会っていうすごい大会が開かれちゃうの。腕に自信があるなら参加してみてね。あ、仮面舞踏会ってそういうこと？なになに、千秋肉踊るタッグマッチ仮面舞踏会開催のお知らせ。優勝者には豪華賞品を贈呈か。てっきり踊る方の舞踏会かと思ったけど、戦う方の舞踏会なのね。でも仮面って何のことかしら。ごもっともですね、俺もそう思ってたから。屋上にあるコロシアムでやると書かれてあります。あの建物の頂上にあるのでしょうか。グロッタの街、仮装。仮面舞踏会はその名の通り、仮面をつけた闘士がペアを組み協力して戦うトーナメント式、由緒正しき行事ですと。これさっきのお姉さんか。世界中の選手たちが己の力を試すために訪れるグロッタの街。
腕っぷしも強そうだし、よかったら仮面舞踏会に参加してみない？グレイグの像の真下にある大会受付でエントリー。ここか。あ、あれ見て、あれって虹色の枝じゃない？サマディの王様が行商人に売った虹色の枝が巡り巡ってこの大会の優勝商品になってたのね。結局さ、みんな売っ払ってんだな、虹色の枝。ということはお姉様、あの枝が手に入れば大樹への道がそうね、絶対優勝するしかないわ。この仮面舞踏会に参加して何としてでも虹色の枝を勝ち取りましょう。え、なんか今の戦力でいけんのかな、どうなんだろう。鋼のレシピ手に入れたから、ちょっと鋼シリーズは揃えたいんだよな。手に汗握る仮面舞踏会、参加するならこちらで受け付けてます。仮面舞踏会、仮面をつけた闘士たちがタッグを組んで戦う格闘大会。誰とタッグを組むかは抽選で決まります。パートナーが誰になるかわからない。なるほど、これがグロッタ名物仮面舞踏会。今年は優勝賞品も超豪華。長女じきじき、ある筋から高値で手に入れた最高級の一品、虹色の枝。虹色の枝なんてさ、一般人にしてみればただのさ、光ってる枝だろ。ぜひご参加ください。え、これってどうなの、ハイにすると。これをどうぞ。試合の時につける仮面、パートナー選びに必要となる抽選番号、11と書かれた抽選番号。抽選大会が始まります。ここの準備ができたら3階の闘技場に向かってください。裏のエレベーターから行けますと。あ、ちょっと探索してから行こう。虹色の枝、神秘的な光を放っている。これは何？2位の商品、黄色い宝玉。え、これも欲しいんだけど。どっちも欲しい。優勝商品虹色の枝、何に使うか正直なところ価値がわからん。そりゃそうだろう。2位の商品イエローオーブ、両方欲しいよねこれ。だって俺が出て1位取って、カミュが出て決勝戦まで行けば、だってもう確実じゃん。神が2位になればさ、両方総取りできる。ワクワクする。このお姉さん、抽選番号受け取った。はい、立派な出場者、くれぐれも怪我しないようにね。っていうかさ、もう戦う段階で怪我はするだろう、どう考えても。死なないように気をつけるくらいだよ。ここ宿屋でしょ。なんかちょっと武器屋さんとか見たいんだけど、階層切り替え、こっちか。左上にあれがあるな、クエストがあるな。どうすればいい、上層にも行けるね。ちょっと街を探索するか。この先の階段を降りると住宅街、上に行くと酒場。舞踏大会に参加するならグレイグ像の下にある闘技場の入り口、この下か。犬がいる、ちょっと荒れてるな。一応よしよしってできるんだ。壺は割っておく、80円。この井戸は入れない。こっちはいけないね。ちょっと壺は割っておきましょう。200円、1500円手に入れたからな。ここ入れる？あ、入れるね。なんかめぼしいものはないから2階へ行きましょう。お姉さん、うちの旦那お祭り事が大好き、仮面舞踏会を見に行く、全然家に帰ってこない。なんかろくでもねえ旦那ばっかだな。ガーターベルト、ちょっとセクシー系の装備つけてみたいよね。まあ、踊り子の服もそれなりにセクシーだけど、絶対危ない水着とかあるよね。そしたらもう危ない水着ずっと装備させよう。こいつはなんだ、キャーかっこいい。舞踏会初参加にして優勝候補と名高い美しきカリスマ剣士、マスク・ザ・ハンサム。なんだそれ、自分の名前ハンサムとかつけてんのかよ。試合前のこの大事な時間、ハンサム様の邪魔しないように。あなたと違って繊細なんだから。なんだこいつ、ぶっ殺してやるよ後ろから。君も僕のサインが欲しいのかい。男のサインなんかいらんわ。カリスマ闘士の宿命、
あと実力がどれだけ伴っているか。今そんなことより俺は盗品に忙しいんだ。観光に来る客が増える、荒くれ者が増える。まあそうだよね、狙い目ではあるからね。俺のようにこうやって人の家に入って漁るっていう。ここは本だけかな。グロッタ格闘通信第125号。ガレムソン、ベロリンマン、キングスライム級の巨漢とか超嫌だ。相手をリングに沈める荒ぶる暴走マッスル列車。ドゥルダの飛竜、ミスターハン、マスク・ザ・ハンサム。正反対のモンスタータッチの指導を見逃すな。ビューティーペアも参戦。もう全然しゃ、ビビアン&サイデリア。もはや説明不要。可愛いは正義以上。いいな、会いたい。押すって。俺のことは書かれてないね。今参加が決まったからね。でこの人たちさ、結構前から参加決めてたんだ。参加受付期間今ちょっとギリギリなんだろうね。もうだって参加してくださいって言ってるから。武器屋覗こう。鋼の剣売ってるな。作りてえなこれ普通に。シャドウエッジ、これは両手剣か。毒画でしょ。ブーメラン、テロリンステッキ。1しか上がんない、1しか上がんないのに1000円使ってらんないよ。ピオラ5か。バトルフォーク、魅惑のリボン。ピオラをどうするかだな。ピオラ自体は多分使わないから5か。5だったらいいや。5上昇して、まあ、どれだけ攻撃力が上がるかだよね。防具はねちょっと揃えておきたい。変わらないな。ゴールド取り、鉄、石、羽飾り。ベロニカ1しか上がんねえかんな。バタフライマスク、神が結構上がんな。麻痺の攻撃に強くなる。2000円すんのか。鉄かぶと、あ、三河紙欲しい。たっか。え、鉄鎧の方が防御力高いのに全然値段が違う。倍近く違うんだけど。三河紙はちょっとそれってベロニカめちゃくちゃ上がる。せいにゃも上がる。てか9000円かかるんだけど3着揃えようとすると。ちなみにシルビアの分も揃えようとすると4着とか。金がマジでない。錬金して金稼ぎしよう。一回ちょっと錬金しよう。ここルーラー登録されてるよね。でちょっとキャンプ場もうどこでもいいや。冷水の洞窟、冷水の洞窟行ったらさルーラー唱えられる。これ頭ぶつけんじゃね。大丈夫だ。まず作れるものを作ろう。でキャンプてか材料がそもそもあるのっていう。家事久々だな。家事すんの。レベルアップ、集中力8上がった。2倍打ち、2倍の力で強く鍛えられる。新しく覚えた装備を作る。鋼の剣だな。ちょっと待ってね。銀の鉱石は全然足りない。ブルーアイも必要なのか。結構作ってないな、まあ、ここら辺はいらないからな。作れるやつでも作って売っ払うのがいいかもしんないね。余ってるやつだな。そうするといや銀の鉱石は足りてないのか。じゃあまずちょっと鋼の剣、やっぱりこれは欲しい。ブルーアイがあるから銀の鉱石さえ手に入れば大丈夫か。銀の鉱石が、まあ、どこにあるかだね。でちょっとなかなか難しいな。まず叩くか。先にあるやつを叩こう。えちょっと待って、会心の手応えとか言われても困るんだけど。もう一回。うわ飛び出てしまった。下行くか。もう一回これでいいでしょう。 OKOKOK。 じゃあ下。これ温度なくなると終わり。ちなみに集中力がそもそも足りない。叩けない。
何もできねえ。じゃあもう仕上げるしかねえじゃん。ちょっと出来の悪い鋼の剣。あーなるほどね、集中力5も使うのか。仕上げるしかねえわ。あとで打ち直そう。てか今打ち直すもん。ボフって失敗。ちょっと出来の悪い鋼の剣。打ち直してどっからやるんだ。あ、ここからか。え、ちょっと待って、今の集中力どうなってんの。鋼の剣必要な宝珠7個。ガーターベッド10個も必要なんだけど、いいや、ちょっとやろう。打ち直しをしたことないからね。え、集中力73か。じゃちょっと特技で一気に2倍打ちとか、2倍の力で8だったらやろう。会心の手応えみたいなのがあってさ。でもあれだったからね、上下打ちって何。ああ、上下2マスか。なるほど。ちょっと待ってね、特技上下打ち、ああこういうことか。8だったらまあやるべきだな。てか特技を基本にもうやっていく方向がいいね。ここでいこう、カンカン。もう一回いこう、上下打ち、カン。よし、 OK。 でこれ今度上下打ちで、こっちカンカン。よし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 。で叩く、特技2倍打ちでした。で叩く、これ普通に叩こう。はい、お、いいんじゃん。もうこれでいこう。よし、仕上げる。これで仕上げる。プラ2くらいにはなってほしいな。プラス3が最高なんだっけ。大成功。よし、あ、プラ3になった。オッケーオッケーオッケー、いいね。でちょっと他、星がついてる。鋼欲しいな。鉄鉱石磨き綱、ちょっとここら辺あんまり使いたくないから、それをいらないやつ。金と銅の鉱石とか。あ、最大ヒットポイントが少しだけ上がる。金の鉱石2個。銅と金がいっぱいあるか。ちょっとゴールドトレイを作るか。作って売ろう。まあ成功。ゴールドトレイプラス1。これ結構難しいんだけど、ゴールドトレイ作るの。金のネックレス、ブレスレット、ブレスレットそれなりに上がるか。金と銅、あ、買わなくねえ。じゃあこっち作ろう。大成功。てかこれそのままさ、普通に装備したいんだけど。今売っ払う用の作ってるはずなのに。あとはビッグブレード、鉄鉱石、ブラックパール、バトルフォーク、いや結構いろんなの必要だな。ローズウィップ、あやかしそう、レッドベリー、綺麗な枝。これ1個作るか。作って売ろう。めちゃくちゃ難しそうなんだけどこれ。よし、大成功。大成功したけど売るけどね。プラ3、いくらで売れっかな。高値で売れてほしい。別に無知装備させるまでもなく、イオとかさ唱えてた方が全然いいからね。
ベロニカは。やっぱベロニカ魔法でしょ。金のブレスレットはまあ1個あればいいか。セイニアも1個装備してるしね。ネックレスは最大ヒットポイントどれだけ上がるかだよな。金の鉱石でも2つ使うし、ちょっと金の鉱石は取っておこう。鋼の鎧はちょっと揃えたいな。銀の鉱石と小さな甲羅か。小さな甲羅売ってたね。あとで買いに行こう。鋼シリーズ、うん、鋼シリーズ揃えたい。ちょっと裏方で銀の鉱石をかき集めてくるか。よし、まあ一応そんな感じ。大当たりヒッター OK。 駆け出しクラフトマン。じゃあまた、一応寝とこう。ここだったらタダで寝れるからね。朝まででいいよ。でグロッタの街をちょっとまたさらっと見て、で銀の鉱石は裏方で集めて、次その舞踏大会からやっていくっていうのでちょうどいいくらいになるかな。あ、蘇生呪文成功確率もアップする。ザオラルの成功率が上がるってことか。今仮想にいるから、ちょ一回上に行ってみよう。グロッタ上層酒場や露店、他の町から来たお客様が楽しめる憩いのスペース。有名な当主の人もいる。揉め事は起こさないで。有名な投資って。集中力を磨けや思考や感情に邪魔されず力を最大限に発揮することができるゾーンの世界。目の前に鋭い目つきでじっとこちらを見ている二人組。そこら辺で拾ったガラクタ。何それ。あ、この僧侶ちゃんは、うわ、話しかけられない。悲しい。おばちゃんはいいや。酒場マスター、おかわりちょうだい。仮面舞踏会が開催されている時期、観光客と当主の客が増える。売り上げが2倍になる。人気なのはブドウサワー。ゴリゴリのマッチョマンが精魂を込めて絞った極上のブドウ酒。確かにそういうのは役立つ。ここの酒場いいな。通うよ俺毎日。夜になったらダンサーとしてステージに立つ。おお、絶対見に行く。ジャニス。俺もこっちのピンクの方がいいな。やっぱピンクっていいよね。うわ、仮面つけてんじゃねえかよ。僕ちゃんもしかしてこのビビアンちゃんのファン。あ、ビビアンか。どうりで可愛いと思った。いや、こんな子がいたらもう即負けてあげるよ。サイデリ、あ、こいつら、この二人組がそうか。さっき本に書いてあったよね。ビビアンがいて助かった。いやー、でもちょっとな、ま、屈強な感じの人が好きならまあ左だろうけど、まあ俺はやっぱビビアンちゃんだね。もうバニー、お、俺と同じことをしている。話、早く話しかけようって。闘技場に咲く二人の大輪の花、ビビアン様とサイデリア様。直接聞きたいが足がすくんで話しかけない。こいつらチキンだな。まあ俺はそこら辺完全に熟知してるからね。こいつなんだ、こいつベロリンマンだ。いや、ベロリンマンだやっぱり。やべえやべえって何。変幻時代のトリックスターベロリンマンさんじゃないか。この人がただそう言ってるだけ。 あんたモーグリだぜって何。相手を油断させるのがこの人うまいんだ。俺にはわかる。こんなやつに惚れ込むか。あ、集中している。邪魔しないでくれ。ミスターハンじゃん。いや、なんかいろんなやついるね。あ、クエストのあれがある。グロッタ、あ、闘技場の方に行かなきゃダメか。あ、一周してきた今ちょうどこれ。あ、上には行けないのかな、観客席だから。なるほど。じゃあもう一回ちょっと下の方に降りていきましょう。あれ、こんな子供いたっけ。高い場所ならグレイグ様の像がよく見える。登ろう。この子はグレイグ様の像、上腕二頭筋やばくないって。
大胸筋も腹筋も完璧。グレイグ様の体を隅から隅まで熟知してる筋肉マニア。筋肉はちょっとよくわかんないんだよね。あ、宝箱。こっちなんか今ヨッチみたいなのいなかった。800円やった。あ、いたね、この謎ヨッチ。あれ、こっち何してんの。ハンフリーさんが羨ましい。闘技場の投手としての栄光なんて私には夢のまた夢。で、こっち来て、あ、なるほどなるほど、まだ下には行ってなかったのか。で、この下あたりが、まあ、お店が揃ってるところで、なんで俺は仕事なんかしてるんだ。いやいやいや、人が仕事してない時に仕事するのがやっぱり商売のコツよ。ブドウエキス、どうなってるこれ。ちょっとあっちの方行ってみよう。なんか複雑だな、街の作りが。これなんだ。前大会のチャンピオン、ハンフリーさん、孤児院出身だったらしくて子供たちの面倒を見ている。へえ。いや、街広いな本当に。天井からどかすか音がする。あ、ネズミがいるっていう、それだけ。ここも入れるね。特にない。2階、本もないからタンスだけ開けとこう。なし。いや、ここ何もねえぞ。壺24円、24円しかない。しけた家だな本当に。開けっぱなしにしてこいつ行くのか。確実に空き巣に入られてるよね。なんで家が開いてんだって。ひそひそ。ナギムナー村からはるばる舞踏会に来た。都会もいい人がいる。この人がいい席を売ってくれる。故郷のばあちゃんが持たせてくれた金で買える値段で。ゲー、超怪しい。お前じゃない。あれ、話せない。こっちにはすっげえ怪しいやつだな。絶対、あ、閉まってる扉が。絶対ダフ屋でしょ。そういう行為も全く取り締まらないといけないのに。で、ここが孤児院。投手のサインを集めている。サインをしてくれた投手がどんな人かも全部覚えている。すごいでしょ。おう、そうやって将来有名になった人のサインを売りつけるんだな。まだ卵のうちにサインもらっておけば全然手に入りやすいからね。あ、本がある。レシピブック。私は蝶になりたい。バタフライだが、バタフライマスク。あ、バタフライダガーはまた麻痺の効果がありそうだね。まあ、毒ガも麻痺がある。片方なんかそういう攻撃力じゃなくて不可能力があるやつを装備しておこうか。知らない人に話しちゃダメ。ハンフリーの兄ちゃんが言ってた。ごもっともです。こんな怪しい空き巣みてえなやつに話しかけるのは言語道断だよ。じゃあな僕。で、またクエストのあれがあるかな。ハンフリー兄ちゃんは本に出てくる勇者よりも強くて優しいヒーロー。めっちゃ人気だね。ハンフリーさんなら舞踏会に参加するために闘技場へ出かけている。あ、これってあれか、クエストじゃなかったわ、そういえば。ただちょっとした情報を持ってるよっていう話なので。ここが教会。え、ハンフリー兄ちゃん何か妖怪。闘技場に出かけている。お仕事頑張ってる。ここらでは見かけない兄ちゃんやな。でも人の良さそうな顔してるし、泥棒ってこともなさそう。いや、君は人を見る目がないよ。俺は完全なる泥棒だから。こいつがやってんの。ハンフリー兄ちゃんに頼まれて神父のお仕事をしている。うまくできるかなって。僕たちのお家の教会へようこそ。ま、じゃあそんなところで、今回はここでセーブして、次回ちょっと鋼シリーズを揃えてから闘技場の方へ向かいたいと思います。じゃあ今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。